カム、サオコ、ヒデオのシンキングタイム。川崎出身っていうのは駆け出しレッスンの話の後でしたっけ。シンガーソングライター、青木ヒデオがお届けします。自己紹介ないです。レッスンの話の後ですね。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にありますサプライズスタジオより生放送でお送りしています。ま、そうですよね。レッスンの話してから川崎出身の話ですよね。お二人のことを褒めた後に出身ですね。こちらもどうぞご覧ください。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい。そして今日7月1日はですね、なんと川崎 FM 開局20周年記念でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。でですね、はい、6月さようなら。6月さようなら。7月こんにちは。こんにちは。ということで、もう7月ですよ。あっという間だったね。そうですね、もう1年の半分が終わってしまったということで、もう本当にね、あっという間で。あっという間、そう、本当に。本当にあっという間で、ついこの間、お正月だったっていう感じなんですよ、私的には。だからめっちゃあっという間ですよ。いやもうそれしか出てこないんだけど、本当そうなんだよね。あっという間だなって。この間正月でしたよね。そうそう、明けましておめでとうございますって言ってたような、まあそうだね、充実してる証拠です、はい、で7月ということはですね、はい、そろそろ花火大会の時期が。あ、いいね。そうなんですよ。だからもう浴衣着たい浴衣着たいって女の子がすごいはしゃいでる時期です。いやもうありがとうございます。そうね、友達と会っても浴衣着ようよ浴衣着ようよっていう話ばっかで、本当ね、浴衣着てる女の子ってやっぱ可愛いですよね、はい、いやまあね、この時期、いや女性がすごく魅力的に見える時期なんじゃないかなと僕は思うんですよ、やっぱり夏いいです。ありがとうございます。浴衣水着、はい、浴衣水着まあ、ね、そうだね、まあうん、ありがとうございます女性が可愛く見える、はい、すごく可愛く魅力的に見える時期でございます。で、はい、なんか何色の浴衣がいいとかってあるんですか。浴衣はね、僕個人的な好みはこう淡い色で、こう、うん、朝顔とか金魚とか写ってるような柄のものが好きです。可愛いですね。可愛い、ね、淡い色、はい、なんか私あの浴衣を新しく買おうと思ってて、そう、友達グループから3グループから誘われてて、3回浴衣着ようと思ってて、今すごい着るね。そう、2着あるんで、1着なんか個性的な感じの浴衣が欲しいんですよ、はいはいはい、なんか黒か赤っぽいやつが。でも髪の毛をなんかバッサリ切って、結構切ってますね。そう、おかっぱちゃんに なんで今だから浴衣着たら多分なんかちょっと七五三感が出ちゃうんですよね、多分。なるほどね。小梅ちゃんみたいな感じになっちゃう。大丈夫、可愛いよ。大丈夫大丈夫。あ、本当ですか。可愛い可愛い。だからあのぜひ来月の放送はあの多分浴衣でお願いします。でも浴衣っても暑いじゃないですか、もう着てると、うん、だから女の子は冬はスカート履いて寒さに耐えて、夏はすごいなと思いますよ、本当に。だから努力してるんですよ、かわいさのそれをね、受け止めてほしい、はい、ぜひ。で、7月といえば、はい、7月といえば七夕が待ち望んでいます。はい、七夕、なんか私学校の給食で七夕ゼリーが出る時期。ほう、七夕ゼリー、うん、初耳。あ、本当ですか。これ私の学校だけかな。あれ、そうなのかな。俺はあれわかんないな。なんか献立が七夕メニューになって、うんうんうん、七夕ゼリーっていうのが出るんですよ。へー、それがすごい好きで、はいはいはい、出なかったですか。出なかったかも。え、七夕なのに。なんかイベントごとにメニューが、うん、あったかな、なんかあったような気がするけど記憶にございません。本当ですか。なんか私学校のデザートすごい大好きで、給食の、はいはい、なんか友達、男の子で必ずデザートを残す子がいたんですよ、うんうん、え、いません？デザート残す系男子みたいな。いたかもしれない。そう、絶対残すんですよ、うん、だからなんかその最初は友達とじゃんけんで勝った方がもらうみたいな感じだったんですけど、ね、もう最終的には
デザート契約っていうのをしてその子とデザート契約そう、はい、その子が必ずデザート残すからデザートは必ずサオにあげるっていう。あ、悪いやつだな。だからサオは必ずデザート2個食べるっていう、ね、そうそういうね幸せな契約をしてました。結構話それちゃったけど、はいはい、そう七夕なんで、はい、ちょっとお願い事を皆さん、ね、どんなお願い事をしますかということで、はい、青木さんは私、ぜひお仕事ください。待ってます。お仕事ください、はい、ぜひねまあですね、そうなんです。サオは、はい、ね、この夏を日焼けせずに乗 乗り過ごす、乗り切れますように、はい、自分の努力次第とかあります。そう、自分の努力次第なんです。日焼け止めずれって感じなんですけどそこはね、織姫様と彦星様と神頼みもちょっとそう、なんとかね、日焼けしたくないんですよ。ね、そう、前回もそんな話しましたよね。なんかサングラスに日傘でみたいな。そうそうそう、この時期だからやっぱ。この時期だからね、絶対にしないようにお願いします。はい、お願いします。はい。ということで、はい、本日のゲストさんを紹介します。はい、本日のゲストさんは声楽家でボイストレーナーの柳賀直美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柳賀直美です。はじめまして。はじめまして。はじめまして。では、ではないんですね。実はですね、私たち2人レッスンをしていただいたことが、はい、そうなんですよ。なんかお二人とも、うん、とても素晴らしくて、はい、サオちゃんなんて、うん、すごく声の色が一定で、はい、あの破綻なく綺麗に歌うし秀夫さんはすごくこう癒しの声、いや嬉しいな、お二人ともすごく素敵です。でも本当に褒めてくださるから気分乗っちゃうしね。そう、本当にそのレッスンの帰りも嬉しすぎて楽しかった、ニヤニヤしてたし、はい、そう本当にね、はいはい、褒められるたいんですよね。褒められて伸びるタイプ。そう、褒められて伸びるんで。私もみんな褒めてほしい、どんどん褒めてほしい、はい、嬉しい、本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、そんな柳賀直美さんなんですが、はい、なんと川崎県出身、川崎市、川崎市出身です、はい、そうですね、川崎市、川崎区の出身なんですけれども、うん、はい、小学校5年生まで川崎区で暮らしてて、うん、で、あの親戚なんかも今でもたくさんいまして、はい、あの川崎区の追分町っていうところがあって101号線通りですかね、うんうんうん、そこに八千代っていう蕎麦屋さんとかも親戚なんですよ。そうなんですか、はい、お蕎麦屋さんぜひみんな行ってみてください。はい、追分になります。あ、追分といえば追分まんじゅう。え、追分まんじゅう、追分まんじゅう美味しいですよね。追分まんじゅう、すいません、初耳なんですけれども、あの追分交差点に、ええ、はいはい、追分まんじゅうっていうのがあって、それ川崎名物でもあるんですけど、あの川崎大師のくず餅とか、うん、あのとんとこ飴とかは私、はい、あのすごく存じ上げてましたけれども、くず餅も美味しいんですけど、追分のあまんじゅうって何色なんですか。なんか白くてきな粉がかかってて、なんか蒸しパンみたいな、パン、え、絶対知らないです。知ってる風に言うけど、あの2人本当に川崎市出身とかあってます。でも本当に美味しいんですよ。だからぜひ食べてみてほしい、今度ぜひいただきに行きます。おかげ交差点にあるんで、はい、はい、ぜひ、はい、そんな、柳賀直美さんはですね、早速質問していきたいんですけど、はい、普段音大に入ったきっかけ、音楽との出会い。そうですね、音楽との出会い、物心ついた3歳ぐらいの時からもうピアノが欲しくてしょうがなくて、うん、で親にですね、もう毎日のようにことあるごとにピアノが欲しい、ピアノが欲しいって言って、もう何年間も言い続けてましたら、忘れもしない小学校2年生の時にやっと買ってもらいまして、うん、でそっからですね、あの川崎の昔あの雑貨屋さんがあった並びに、あの楽器屋さんがあったんですけれども、そこまで習いに行って、はい、はい、あの親戚のお姉さんと一緒に習いに行きました。はい、ピアノからですね。じゃあ、そうなんです、はい、ピアノを弾いて、でそこからそうですね、それであの横須賀に引っ越しをしたので、はい、ちょっとブランクあったんですけれども、まああのサボりながらですけれども、うん、続けまして、はい、でまあ、今後どうしようかなという進路の時に、うん、あのそれもすごく遅かったんですけれども、私あの高校3年の夏ですかね、はい、の時に
何をやったらいいんだろうっていうことになりまして、うんうんうん、で一番自分がやりたいことは何かなって考えたら音楽かなって思ったんですよね。でその頃ってやっぱり音楽イコール音大みたいな頭があったんですけれども、うん、全然あの知識がなかったので、ちょうどその時にうちにいらしてくださってた調律師のピアノの調律師の方に、うん、もし受験考えてるんだったら横須賀で受験生をたくさん輩出してる先生がいるから一度話を伺ってみたらどうだっていうことで話を聞きに行ったっていうのがきっかけなんですよね。きっかけ、はい、そこから入ってで、まあ、その先生のお宅に伺って、まあ、ピアノちょっと弾いてみなさいとか、うん、ちょっとこれ歌ってみてとかなんて言われて、いろいろ聞いていただいたらですね、あなたなんか声を持ってるから、うん、声楽家どうなんて言われたんですよ、うん、でも私も嬉しくて舞い上がってしまって、でよくよくでも話を聞くと音大っていうのは新曲師匠とかってご存知ですか？わかんないです。あと聴音とかいう試験があるんですよ、うんうん、流れてくる音楽を楽譜に自分で時間内に書き上げたりとか、うん、初めて見る楽譜を間違いなく止まらず歌えなきゃいけない。あ、難しい。そう、そういう試験もあって、ちょっと半年じゃ難しいななんて思って、うん、で親もそんな急にね、今まで努力してなかったのにそんな音大に行くなんて、うん、もう自分でレッスン代も払って入学金を貯めることができるんだったらば、うん、音大に行けばぐらいの感じで、もうその時はもう仕事を探して国家公務員の試験を受けまして、郵便局に勤めながら、はい、レッスンに通ってなんとか大学に合格したっていうことなんですね。じゃあ一回郵便局員を挟んで。そうなんです。なるほど、切手を取りましたそうなんですね。はい、紆余曲折経てこう音楽を始めたわけですね。そうですね、はい、そこからですね、まあ大学に音楽大学時代そうですね、大学時代はなんかオーディションとか受けたり。そうですね、大学で指示しました先生が、はい、ソニーミュージックのオーディションを進めてくださって、で見事合格させていただいたんですけれども、そのオーディションっていうのがですね、クラシックを元にしてポップスを歌うみたいな感じだったんですよ。で今もそうですけれども、音楽大学の先生ってもうマイクでカラオケを歌うとか、うん、合唱で大声出して歌うとか、もうポジションが崩れるようなことを生徒がするのはすごく嫌うんですけれども、うん、その当時はすごく先生が前衛的な考えをされてて、受けなさいっていうことで受けさせていただいたんですよね。そしたら見事に合格させていただきました。さすが、はい、ありがとうございますさすがですね。すごいですね。そこで、はい、タップ。そうなんです。それでソニーの方にレッスンに通うようになりまして、でダンスレッスンとかタップレッスンとかも受けてたんですけれども、タップレッスンなんかはパパイヤ鈴木さんに、うん、ご指導いただいたりしました。タップダンスもできるということですね。音が鳴るぜって感じですか？そう、もうね、でも劣等生で、パパイヤ鈴木さんはすごく優しくてユーモラスに教えてくださるんですけれども、もう私は音ばっかり音が鳴るって音は鳴らせるそうなんです。で、そこからなんとですね、はいはい、大学院に行かれて、はい、千の風になってるおなじみのネタクリじゃないんだよ秋川さんと同じだった、はい、そうですね、秋川雅史さんと同門になりまして、で一つね、思い出があるんですけれども、大学院の同じ学年みんなでですね、伊豆のシャボテン公園、はい、に旅行に行きまして、その時も秋川さんがもう先導を切ってワゴン車をこう運転してくださったりして、もうすごい楽しい思い出ですね。そうなんですね、はい、今いい時期ですからね、伊豆。しかもね、伊豆がね、伊豆がね、そっちがね、秋川さんの話ではなく伊豆がねありがとうございます、はい、で卒業、大学院を卒業後はどんな活動をされたんですか？そうですね、あとやっぱり外国にも興味がありましたので、イタリアのプレシア
市っていうあの都市があるんですけれども、そこが主催してるコンサートに出させていただいたりとか、あとあのザルツブルクのモーツァルテーモン音楽院のサマーアカデミーなんかにも勉強に伺って、で、まあ、その後ザルツブルクであのいろいろコンサートに出させていただいたりしました。はい、ってことはですよ、はい、日本だけではとどまらない、世界で活動してきた方という方ですね。そうです、海外進出してます。さすがに、はい。そこから体と、あ、そうですね、あのちょっとね、実はねその後どんどん活動したかったんですけれども、あの甲状腺の亢進症をちょっと患いまして、はい、もうね最初何がなんだかわからないんですけれども、震えるんですよね体全体が、うん、で声もすごく震えてあわわわわわとかなっちゃうんですよ。であの最初分からなくていろんな病院行ったんですけれども、あの実はバセドシ病だったっていうことで、うん、まあその体と付き合いながら声楽を勉強していったので、まあ大変だったんですけれども、今起こして思い返すと、うん、その時のね苦労というか体と向き合ったことが今に生きてるなぁなんて思ったりもします。今に役立ってるということでね、はい。ありがとうございます。ちょっと嫌なが直美さんを知れましたね。ここで半分で。もういっぱいお話聞きましたんで、私のコーナーに行ってもいいですか？お願いします。お願いします。はい。はい、続いて音楽を学ぼうコーナーでございます。はい、よっ、はい。ありがとうございます。お願いします。はい、今回はですね、ゲストに嫌なかさん来ていただいてるということで、ボーカリストに、事前にですね、お悩みを、聞いてまいりました。はい、何でしょう。はい、なのでここで、はい、ボーカリストお悩み相談コーナー、お悩み相談コーナー、はい、即席でちょっといろいろお答えしていきたい、はい、いただきたいなと思います。はい、では最初のお悩みから、はい、はい、息を声に乗せるという感覚がよくわからないので教えてほしいです。あと練習の仕方もあれば一緒に教えてくださいとのことです。よく言われますよね、息を出してとか声をね乗せるとかね。そしたらじゃあさおちゃんにちょっと生徒さんになってもらって、はい、すごく大雑把なあのレッスンになりますけれども、はい、じゃあ豆豆豆って早く言ってもらっていいですか？豆豆豆豆、うん、うまいですね。あれあれまた褒められちゃった。それを、レーシングカーが、はい、うーんって通り過ぎるじゃないですか。うーん、はい、そのうーんに乗せて豆豆言ってみてください。豆豆豆豆豆、1番でお願いします。豆豆豆豆豆豆豆、いかがでしたでしょうか？あと2回ぐらいですかね、レッスンしてるかもしれないですね。最初の方がよかった。まあこんな感じであの普段の生活に近づけてやったらいいんじゃないかななんて思いますね、うん、ぜひね、はい、ちょっとやってほしい、実践していただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、続いてのお悩み、喉に力が入り気味の時の対処法、声が出なくなった時の対処法を教えてください。これねラジオで説明するのすごい大変だと思うんですけれども、はい、あのその方は自分でこう喉に力が入ってるのは自覚されてるんですかね？どうなんですかね。もし自覚されてるのであれば絶対に治ると思います。で自覚されてない場合は自覚するようになれば絶対に治ると思いますね。まあ、あとはちょっと聞いてみないと、バランスとかを見ながら、うん、うん、じゃないとラジオではここまでですかね。自覚しましょう、はい、自覚していただいて、そうでない方はもう休んだりもう病院行ってください、うん、声出ない方、声に力が入っちゃってる方は自覚して、そう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 、出ない方は、出ない方はもう即病院です。病院に行きましょう、はい、この質問者は病院に行きましょう。病院に行ってください。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、続いて、ファルセットで高い声を出す方法を教えてください。ファルセットってよく聞きますよね。聞きますね。専門用語的なのが出てきましたが、ね、はい、多分区別がつかないという方もいらっしゃると思うので、はい、ではまたさおちゃんに、うん、新婚のご家庭の奥様が、旦那さんから電話かかってきました。どうやって出ますか？旦那さん、旦那さん、新婚ですよ。新婚か。あ、もしもし。かわいい。もしもし。かわいい。こんな感じですよね。じゃあ私が20年後経った場合やります。さっきもしもしって出たのが
何あここまでは強くないですかね。このはいもしもしっていうのとはい、うん、これがファルセットと地声の違いですかね。まあすごく大雑把にざっくりわかりやすいわかりやすいと思います。聞いてる方はものすごくわかりやすいんじゃないでしょうか。でこのファルセットで高い声を出すっていうことで、あのやっぱり普段の生活の中で考えた時に、うん、一番普段の生活で高い声が出る時っていつですか。高い声が出る時、普段の生活ですよね。いつだろう。もうテンションが上がっている時ですよね。うん、テンションが上がってうわーってなる時、うわーってこういうジェットコースター。そうジェットコースターで悲鳴を上げる時って考えてます？喉を開けてお腹を支えてとかやってないですよね。何も考えてないです。キャーって出しますよね。そうちゃん出してみる今。キャーですか？キャー。はい、うん、はい、マイク離して。キャー。ですよね。そのキャーに息をキャーって乗せるのが。なるほど。いいと思いますよ。はい。そうだね。ジェットコースター乗りながらちょっと皆さんね。みんなで遊園地に行こう。そう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 。遊園地に行きながら声を、はい、声を出す、ね。ポジションを。考えてその時の高い声が出た時の体を覚えましょうということですね、はい、楽しめますね、はい、楽しめるね、はい、その質問者さんは遊園地に行きましょう、はい、ありがとうございます。あとですね、はい、続いて私からもちょっと質問があるんですけど、私なんか声がすごい小さくて歌う時の、うん、だからあのマイクとかもすごい自分だけ大音量になってるんですよ、うん、声が小さいんで大きい声を出す方法。そう、サオちゃんすごい繊細にあの音程もね上手にね歌い上げるんですよね。ありがとうございます。だからもうねこれ音あの何声の大きい小さいがコントロールできるようになったら鬼に金棒ですよね。ありがとうございます。またこれもねあの普段の生活から考えてみましょうか、はい、ちょっとじゃあサオちゃんばかりで申し訳ないんですけれども、うん、おーいって呼んでみてください。おーい。じゃあ崖に向かって知らずに歩いてる人がいます、はい、サオちゃんが呼び止めないと崖から落ちます。はい、おーいってことですよね。そのおーいに乗せてホイットニー・ヒューストンのおーいエンドーイそういう感じですかね。おーいに乗せて、そう乗せて乗せて、はい、ちょっともうレッスン前おーいって言ってるかもしれないですおいおいおいって歌ってますね。会った時聞いたら実践してるんだなって実践してますね思っておきます。ありがとうございます。あともう一個だけあるんですけど、はい、あのアカペラになるところってあるじゃないですか、急に歌って、そのメロディーが消えたアカペラになった部分で自信がなくなっちゃう。うんうんうん、それはどうなんでしょうね。あの自分の歌いやすい捉え方でいいと思うんですけれども、空白って捉えないで、うん、やっぱり音楽がこう聞こえます、トン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 って流れてるのを自分の体の中で取りつつ入っていったら多分いけると思いますよ。取りつつ、そうエネルギーを感じてリズムを感じながらいけば、うん、もう入り込む、そう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 、入り込むしかないですね。入り込むしかないと思いますよ。これもぜひ実践してみてください。実践しました。歌ってる時めっちゃ入り込みながらアカペラ行くんで、おーいおーいって、はい、ありがとうございます。参考になりました。質問者さんもね、はい、ありがとうございます。まだまだたくさん質問来てるんですけど、はい、気になった方はですね、柳永さんボイストレーニング受けてみてくださいもうぜひ、ね、いっぱい褒めてもらう声をね聞かせてあげてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。柳永さん、今後のことなんですけど、指導するのに一番大切にしていることなどあれば。そうですね、私は、ね、今までやっぱりいろんな先生方にご指導いただいた中で感謝していることがありまして、うん、やっぱりそれは先生が諦めずに言い続けてくださったってことなんですよね。で、もう一回できなくてもそこで諦めるのではなくて、本当に時間をかけて言い続けてくださったからこそ進歩してこれたっていうのがあるので、ぜひそこは私も生徒さんのことを信用して言い続けていきたいなっていうのをモットーにしてます、はい、言い続けてほしい。いいこと言ってる嬉しい。そう言ってくれる方が一人いるとやっぱ頑張ろうって思えるなって思います、うん、やっぱり、うん、はい、ありがとうございます。では今後の目標などあれば。そうですね、やっぱり歌ってもう星の数ほどあるじゃないですか。
でその時その時のねこの年齢で体の変化もありますし声の変化もありますので自分の声とその時のこうキャラクターに合ったこう自分が光るような曲にまだまだ出会いたいなってそれを演奏していきたいなっていうのが思いですね、うん、もうボーカリストみんな思ってることですねやっぱりそうですねそういう楽曲に出会いたい、うん、自分の憧れの歌声と歌い方、うん、と自分の歌い方って違うんですよね、うん、そうなんですよねこう第三者の意見って本当に大切ですよね、うんうん、自分にどの歌が合ってるのかもまだ分かってない状況なのでいやもうサウちゃんもね秀夫さんももうたくさんあると思いますよありがとうどこまでも褒めてくれるから思ってると嬉しい本当に本当にありがとうございます、はい、じゃあ告知をあはい、はい、ありがとうございますですねまず8月14日の日曜日なんですけれども、はい、京浜急行線の塩入駅すぐの横須賀芸術劇場のベイサイドポケットで、コンサートに出演するんですけれども、午後2時開演でなんと無料でございます無料、はいはい、皆さんぜひね心よりご来場をお待ちいたしております、はい、であと10月29日の土曜日なんですけれども、東京代々木のリブロホールというサロンコンサートで、こちらはですね客席がマックス 60名のサロンで臨場感あふれるコンサートになりますので、こちらは3時開演入場料3000円でございます、はいはいはい、であと西新宿にトマトタンメンで有名な白龍館という中華料理屋さんがあって、はい、歴史的なピアノのベーゼンドルファーなんかも置いてあるようなお食事と演奏が楽しめるお店があったんですけれどもそこが新たにガルバホールというふうに新装オープンすることになりまして一応そこのこけら落とし のコンサートを予定しておりますのでホームページなどをご覧ください、はい、皆さんぜひチェックしてくださいありがとうございますありがとうございます、はい、今日はですね初めてのラジオでした初めてです喉からからねありがとうございますありがとうございましたどうでした、はい、もうすごいなんか武蔵小杉に来るのもすごく久しぶりなんですけれども、うん、とても綺麗になってて、うん、私の小さい頃ですと茶色い木のぬくもりを感じる電車で、うん、すごい久しぶりに嬉しかったですありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、今日のねゲストさんは柳永直美さんでしたありがとうございましたありがとうございました次回の放送はですね8月5日の金曜日になります、はい、また皆さんこの時間にお会いしましょうありがとうございました。